女客。7月25日の早朝、原田海宗助は自分の居間で手紙を書いていた。彼は六尺近い背丈で、色の浅黒い温和な顔立ちをしている。濃い眉はやや尻上がりであるが、静かな色をたたえた目は尻下がりであった。面長で額が高く、その額に眉筋のシワがあり、そのシワが42歳という年齢を示しているようであった。貝は黙っていると45、6に見える。彼はあまり物を言わない。大抵の場合黙って人に喋らせている。話をする時にも饒舌ではないし、決定的な表現はほとんどしなかった。彼は稀にしか笑わないし、それも声を上げて笑うようなことはない。一文字なりのかなり大きな唇と、その尻下がりの穏やかな目で微笑するくらいであるが、目尻にシワの寄る目の和やかな色と、唇の間から見える真っ白な歯とはひどく人を引きつける。そんな時彼は34、5にも、また30そこそこのようにも若く見えた。貝は手紙を書いていた。机は北向きの窓の下にあり、開けてある窓の外に矢だけが茂っていた。時刻は5時。湖外はかなり濃い霧で、矢竹の葉はびっしょりと濡れ、そよとも動かず重たげに垂れていた。自分が江戸へ来たのは去年の6月だから、この5月が5番明けであった。貝はそう書いていた。5番が明けて帰国したら、お目にかかって申し上げるつもりだった。しかしご承知のような大変が起こって、まだしばらくは帰国ができないようである。そこで今度里見重座が国元へ使者に立つというので、それに託して近況をお知らせする。貝はそう書いた。彼が手紙を書いている今の一間置いた向こうの座敷から、高い話し声が聞こえてくる。一人は伊藤七十郎であった。そのよく通る傍若無人な声で、伊藤七十郎だということはすぐに分かった。一体何だって決闘なんか申し込んだんだ、と七十郎の言うのが聞こえた。この俺に意見を絞った、と相手の言うのが聞こえた。それは里見重左衛門の声であった。その声には実直で頑固な性分がよく現れていた。へえ、あの新参者がか。あの新参者がだ、と重座が言った。知っての通り、俺は堀武神の目付役をしておる。坂本も愛役だったが、俺のところへやってきおって、小日向の普請小屋に太り締まりのことがあるから注意するようにと申しおった。切ってしまえばよかった。それで俺は怒鳴った。俺ならその時切ってしまう。七十郎のそういうのが聞こえた。貝は手紙を書いていた。今貝の書いている手紙は、モニはサツキに送るものであった。サツキは周防貞元の父で、周防義元といい、やはり国老を務めていたが、今では隠居して国元の志田郡松山の盾に引きこもっていた。7月18日、坂井邸へ召されて、殿様筆足の沙汰があったこと、それから連日連夜の重臣会議や、19日夜、坂本、渡辺、畑、宮本ら、4人が視察されたことなどは、すでにご子息の周防殿から、使者で申し上げたと思う。
甲斐はそのように書いた。一間置いた向こうの座敷では、里見忠左衛門が名を話していた。向きになったその声は、こちらの今までよく聞こえてくる。忠左はこう言っていた。俺は怒鳴りつけた。俺は忠宗様見ようから24年ずっと目付け役を務めておる。貴様のような新参者に意見されるほど不鍛錬な人間ではない。俺ならその場で切ってしまうよ。すると坂本八郎座真っ赤になった。真っ赤になりもってかように面馬されては男の道が立たぬと申した。そうかと俺は言った。そうか、男の道が立たぬか。それなら男の道の立つようにしてやろうと俺は言った。まず場所と時刻を決めよう。それで殿へ訴えたのか。七十郎のそういうのが聞こえた。やつめ、宿老に急訴し殿のお袖にすがりおった。それでおしまいさ。七十郎が笑った。忠左はさらに言った。俺は怒ったのではない。彼を怒らせたかったのだ。そうして決闘へ持って行きたかったのだ。それをあの八郎ザメ、即座に切ればいいんだと七十郎が言った。坂本は無論のこと、畑も宮本も渡辺ももっと早く切ってしまえばよかった。そうして訓則の勘を除けば殿のご失速などということにはならなかったろう。そこもとは身軽だからそう言えるのだ。殿がご失速になってから切るくらいならその前に切るのが当然じゃないか。そこもとは身軽だからそう簡単に言うことができると忠左が言った。すると七十郎が言った。バカを言え。もともと侍の身命は軽いものだ。おかしなことを言うぞ。何がおかしい。義に当面すれば身命を公務よりも軽しとするのが侍の本分ではないか。おかしなことを申すと忠左が言った。それでは俺が身命を惜しんだように聞こえるぞ。これは一般論だ。いや、そうではあるまい。忠左の声が高くなった。甲斐はちょっと筆を止めた。筆を止めて忠左と七十郎の高声を聞き、あるかなきかに微笑んだ。二人寄ればすぐに始まると彼はつぶやいた。困ったお国ぶりだ。そしてまた手紙に向かった。自分は筋目の家柄ではあるが、まだ表情役でしかないし、それに考えることもあるので重臣会議にはなるべく出ないようにしている。聞くところによると会議はほとんど一ノ関様の自由にされているらしい。ご承知のように一ノ関様、伊達兵部将軍宗勝様は堺公と実婚の上姻戚関係にもあることだし、堺公はまた幕府閣僚の中でも県政の盛んな人であるため、一ノ関様の発言には誰も正面から反対ができない模様である。甲斐がそこまで書いた時、向こうの座敷の声がさらに高くなり、里見忠左衛門の甲高く怒鳴るのが聞こえた。伊藤七十郎の声も高いが、それは平然として動じない調子を持っていた。こらえ性のない男だな。何をそうわめくんだと七十郎が言った。忠左がわめき返した。そのもとは何だ。そのもとは伊達家でどんな身分の人間だ。どれだけの身分で俺にそういうことを言うんだ。俺はどんな身分でもないと七十郎が言った。俺は小野の館の厄介者だ。隠れもない。俺は伊藤新左衛門の厄介者だ。そんなことは誰でも知っているさ。その厄介者が俺にそんな口を聞くのか。
そう怒るな。まあそう怒るな。俺はつまりこう言いたかったんだ。カイは書き続けていた。自分が重臣会議に出ないようにしているのは、一門宿老の確執反目に巻き込まれたくないのと、これが要という大事をしっかり見ていたいためである。例えば7月19日夜の四人刺殺の件にしても、誰が命じたものか未だにわからない。資格は10人ないし11人らしい。だが生命のわかっているのは、渡辺金兵衛、渡辺七兵衛、そして小物の万右衛門という3人だけである。彼らは上位打ちであると言ったそうで、これは明らかに戦勝であるが、重臣会議では結局この件はうやむやに終わるらしい。理由は、刺殺された4人は殿様に報道を進め、それが元でご筆足という大事に至らしめた関心だからというのである。殿を誤らせた奸物、それだけの理由で一度の尋問もなく不意に襲って刺殺するという法はない。しかし会議の席で一ノ関様はこう発言された。金兵衛らはよくやった。それで重臣の人々は黙した。金兵衛らはよくやった。一ノ関様のその一言に誰も異議を差し挟む人がなかった。坂本ら4人は打たれ損、刺客どもの責任は不問。そして宿老の一人は言った。詮索すれば何が出てくるかわからないし、こんなことで悶着を起こす時ではない。この点に重要な問題がある。自分が今一例として挙げたこの件にこそ、一門宿老の複雑な関係とそれが深い禍根をなしていること、またひいては綱宗様筆足という大事にも及んでいることの最も端的な現れがあると思う。甲斐がそこまで書いた時、次の間で低い咳払いをし、申し上げますという声が聞こえた。甲斐はうんと言った。襖を開けたのは家父の堀内惣左衛門であった。甲斐は筆を止めて振り返った。湯島が見えましたと惣左衛門が言った。甲斐は黙って惣左衛門の顔を見た。惣左衛門は言った。おくみ殿でございます。今何時だ。甲斐はごくわずか眉をしかめた。すると額のしわがはっきり現れた。やがて6時になります。用を聞いておいてくれと甲斐が言った。惣左衛門は当惑したように言った。お目にかかりたいと申しておられます。用を言わないのか。お目にかからなければと申しておられます。甲斐は窓の方へ目をやり、それから言った。では待たせておけ。惣左衛門は襖を閉めて去り、甲斐はまた書き継いだ。宿老の人たちの14年にわたる権勢争いは、現にあなたの知っておられる通りである。お国人の忠誠に疑いはないが、その佐賀の頑固一徹で画集の激しさ、利己心の強さは格別である。そのために排他的な徒党が生まれ、それが利合集散を繰り返し、反目と希望が入り乱れて、ことが起こってもほとんどその是非の判断がつかないようなありさまであった。さらにそこへ兵部少輔宗勝という人の存在が大きく重くのしかかってきた。これが宿老から家中一般の不和反目を一層複雑にしたことは事実で、何かことが起こるたびにその弊害の甚だしさが表面に現れる。今度
里見十左衛門が使者に立つのは、家督の君を選ぶために、在国の一門一家重臣に入れ札を求めるわけであるが、これまた一ノ関様の首相であり、意義なく一決したものであった。ここをよく記憶しておいてもらいたいのである。甲斐はそう続けた。一ノ関様の存在がこのように重くなったのは、ご先代のご他界この方である。ご他界の折、見舞いに来られた水府卿が、綱宗殿、若年なれば、兵部殿には、よくよく家中の取り締まりを頼む、と仰せられたそうで、これが一ノ関様の立場を決定的にしたと言ってもよいであろう。古内修善殿がご先代に殉死されたとき、兵部様のことが気がかりでならない、よくよく注意せよと遺言されたが、それからわずか2年、どうやらすでにその懸念が現れ始めたように思われる。これまで自分は幸いにして紛争の局外にいることができた。これからもできるだけ局外に立って事の成り行きを見守っているつもりである。世継ぎの君が決定しても、それで一般が平安に収まるとは思えない。不測のことの起こる心配はむしろその後にあると考えられるが、これについては帰国の上で申し上げることにする。甲斐はそこで筆を止めた。彼は初めから読み返し、結びの挨拶を書くと、筆を置いてその手紙を封じ、それからすずり箱の脇にある鈴を取って振った。次の間に答えがあり、矢崎とねりが襖を開けた。里見殿をこれ、と甲斐が言った。とねりが承知して下がると、すぐに里見十左衛門が来た。年は46歳なのだが、50以上にも老けて見える、色の黒い、骨張った、ゴツゴツした体つきで、勘の強そうな顔をしていた。待たせてすまなかった、と甲斐が言った。十座は座りながら、行き張った口ぶりで言った。今、七十郎目を締めてくれました。甲斐は、封書を渡した。では松山へこれを。一締め締めてくれました。十座は封書を受け取りながら言った。甲斐は机の上を片付けた。十座はさらに言った。あいつ若輩にしては胆力もあり、頭も悪くはないらしいが、厄介者の分際をわきまえぬやつで、図に乗ると傲慢無礼なことを申す。私は元来彼が好きなのですが。そうらしいな、と甲斐が言った。そして机の前から立ち上がった。ではあちらで。あの若輩者は手綱を締めておかねばいけません。こなた様は寛容すぎる。こなた様は誰に対してもご寛容すぎます。あまりさもない人間はお近づけなさらぬがよい。ではあちらで。甲斐は次の間へ去った。十座もようやく立ち上がった。甲斐は難度へ行った。そこには塩沢丹三郎が着替えの支度をして待っていた。丹三郎は15歳になる。成瀬九馬という同じ年の少年と二人、甲斐の身の回りの世話をする役で、10日ほど前に風邪をひき、小屋に下がっていたものであった。もういいのか、と甲斐が言った。はい。顔を上げてごらん。丹三郎は顔を上げた。甲斐はその額と目を見て、そしてうなずいていった。
旗の子供を預けたはずだな。はい。親たちのことを聞かせたか。いいえ、聞かせないようにしておりますが、姉の方は気づいている様子でございます。悲しがっているか。いいえ、そのようには見えません。丹三郎が帯を差し出した。甲斐は帯を締めながら言った。いずれ両元院へやるつもりだが、それまで面倒を見てやるようにと母に申しておけ。はい。丹三郎は暗い顔をした。甲斐はそれを認めて、どうしたと言った。母が哀れがりまして。甲斐はうんと目をそらした。二親を亡くし、私どもで少し慣れましたのに、また知らぬ人の中へやるのはかわいそうだ。よろしければずっと世話をしてあげたいと申しております。袴は黒にしようと甲斐が言った。丹三郎はタンスからその袴を取り出した。甲斐が言った。今朝の膳は誰と誰だ。八谷様と伊藤様、里見様のお三人です。では湯島のも出してやれ。丹三郎ははいと答えた。甲斐はそのまま内客の前へ行った。おくみは茶花を前にして座っていた。28という年よりは5つ6つも若く見える。内庭の植え込みにもうかなり高くなった朝の日光が強く差し付け、その反射でおくみのふっくりとした面長な顔が緑色に染まっているように見えた。これから朝の飯だ。甲斐は立ったまま言った。一緒に食べろう。どうなすったのですか。おくみが言った。甲斐は穏やかに彼女を見た。一体どうなすったのですかとおくみは言った。もう15日にもなるのにお顔も見せてくださらないなんて。出られなかったんだ。丸15日もですか。飯を食べようと甲斐が言った。お待ちください。その前に申し上げたいことがございます。後にしてくれ。私のことではないんです。お国から奥様がいらしたんですとおくみが言った。甲斐の高い額にはっきりとしわが寄った。彼はけげんそうにおくみの顔を見た。彼女はうなずいた。甲斐は聞き返した。なんだって。ゆうべ遅くお着きになったんです。奥がか。中黒様がお供ですわ。甲斐の額のしわが深くなった。彼は低く、うん、と言い、足元へ目を落とした。何だろう。ご病気の治療をするために江戸の良い医者にかかりに来たのだとおっしゃっていらっしゃいます。友は達也だけか。私の存じ上げているのは中黒達也様だけですけれど、他にお二人、10年のご家来がご一緒です。甲斐は顔を上げた。おくみは甲斐の顔をギラギラするような目で見上げた。もう7、8年も世話をしているが、彼女がそんな油ぎった目つきをするのは初めてである。私には分かっていますとおくみは言った。午前のお帰りが伸びたので会いにいらしたんですわ。ご病気なんて嘘。ご病気どころかお顔色もいいし、長旅をしていらしたのに随分お元気ですもの。何を怒ってるんだ。怒ってなんかおりません。おくみは赤くなった。怒ってなんかいるもんですか。奥様があまりお若くてお美しいのでびっくりしているんです。あれはもう37だ。私はいくつだとお思いになって。行って飯
飯を食おう。私がいくつだかご存じないんでしょ。私だってもう28ですよ。8年の世もお世話になっていて、午前はまだ一度も。カイは襖の方へ歩き出した。待ってください。お前どうかしているぞ。ええ、どうかしています。おくみは素早く目を拭いた。初めてお目にかかった奥様があんまりお若くておきれいなので、カッとしてしまったんです。堪忍してください。向こうへ行こう。お客様はどなたですか。伊藤七十郎と里見八夜の三人。みんなお前の知っているものばかりだ。伊藤様は一昨日お目にかかりました。どこで。湯島へいらっしゃいました。お友達という方とご一緒に。そしてちょっと顔を直してまいりますと言った。貝は襖を開けて去った。